皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ連月骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日ね、その帯状疱疹ではね、皮膚科の通院とね、虫歯治療での歯医者の通院やったんですけども、その帯状疱疹をね、無事にね、回復期に入ってますよとね、診断されました。その帯状疱疹というのはですね、その子供の頃になる、皆さんの子供の頃になる水疱瘡と同じ種類のね、ウイルスなんですけどもね、まあもともとその人間の体にはですね、誰しもが、皆さんもそうなんですけど、誰しもが持ってるウイルスなんですよ。でそんなね、その体の中に誰しも持ってるウイルスがですね、まあ、疲れが溜まったりとか、免疫力が下がったりとかね、その病気でね、飲んでる薬の関係などでが理由でね、そのウイルスが活発化してきて起こる病気でございます。ほんでね、まあ、僕の場合はですね、その白血病の治療のためにね、骨髄移植をしまして、もうそろそろね、2年になるんですけどもね、その白血病をして骨髄移植をしたらちょうどね、2年くらい経つ頃合いでね、その起こるその副作用合併症でのね、この帯状疱疹になることがね、よくあるんですよ。僕はそのね、たまたまちょうどその頃合いに入ったのがね、まあ、免疫力の低下と飲んでる薬の関係でね、まあ、ちょうどよく帯状疱疹になってしまいました。まあ、ちょうどよくてね、って感じなんですけどね。で、ほんで、その帯状疱疹っていうのはですね、発症してから3、4週間でね、そろそろ回復期に入ってくるよとね、言われています。で、その発症して、症状を見てもらうためにね、まあ、ここ最近ね、毎週のようにね、病院に行ってます。で、そして、ね、昨日、まあ、最初にも言いましたけどもね、病院に行く日だったので、僕の症状を見せに行ってきました。まあ、僕の症状というかね、水ぶくれになってしまっている箇所をね、見てもらう、んですけども、そのね、水ぶくれというのはですね、塗り薬をまあ塗って、治療のためにね、塗り薬を塗ってですね、こう塗ってですね、その薬と水ぶくれの汁がね、広がるのを防ぐのにガーゼを上からね、押さえるわけですよ。で、そのガーゼを止めるためにね、テーピングのね、テープを、まあ、足なんですけどね、その足見立てますけど、その足に直接ペタッペタッてテープを貼るんですけども、本来ならね。でも僕はそのペタッペタッて貼るテープで肌荒れを起こしやすいので、あの包帯を巻いてもらってたんですよ。ぐる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 ってね。で、ほんで包帯を巻いてもらってるもんですから、まあ、家でもせなあかんねんなと思って、家でもね、その一連の流れをですね、その薬塗ってガーゼ置いて、包帯でぐるぐる巻きにして、でその包帯にテープを貼って止めておくっていう、その一連の流れをお風呂上がりにやるんですけども、まあめんどくさくて、なんかいい方法ないかなって考えた結果、メディキュットを履こうとね、思ったわけですよ。女性の皆さんならご存知かと思いますけども、その七尾さんっていうね、素敵な綺麗なね、あの女優さんいるじゃないですか。あの人が CM してるやつですわ。タイツですね、タイツ。その寝る時に履いて、足はその骨盤をね、引き締めてくれるやつなんですけども、まあ、僕は腰までタイプじゃなくて、足の付け根までタイプを履いてます。半袖の服を着るときに、その日焼けしたくなかったりするときやとか、そのタトゥーが入れ墨を隠したいっていうときに使うアームカバーってあるでしょ、こっからこの辺ぐらいのやつね。あんな感じの足バージョンのやつがあるんですよ、メディキュットで。でね、その女性用としてね、知られているね、メディキュットをね、包帯の代わりにね、履いていたので、その病院の先生はね、まあ男やからね、知っているかどうか分かりませんけど、看護師さんたちは女性の方なので、まあかなりの確率で知ってると思うんですよ。なのでね、この、まあ昨日病院に店に行ったじゃないですか。だからその時には、まあその脱がなあかんわけですよ。ズボン脱いで、パッチ脱いで、タイツね、そのメディキュットをね、見られるわけですよ。なので、その、脱いだ瞬間になんか反応あるかなと思ったら、その先生も看護師さんもね、無反応なんですよね。まあね、あの僕の心の中でどっか少なからずや反応を期待してたわけですよ。そんな先生らがね、うわ、メディキュットですかみたいな反応をすると思い込んでる自分がいましたので、その先生らの無反応具合にはね、ちょっとね、悲しかったです。
でもそれはそうですよね。その楽しく優しくに話してくれている診察室ですけども、一応医療現場なので、まあ、いちいちそんなことに構ってられへんですよね。そのね、まあ、そんなことを思ってね、ちゃんと反省しながらね、この僕はね、もう法廷膜めんどくさかったから、これで抑えてるんですよ。まあ、ちょうどむくんでるしね、っていう風な感じでね、自分でネタを振ってしまったんですけどね。ほな先生がね、あ、たくさんいてますよ。きつめのタイツやね、スパッツとガーゼを抑えてる人ね、結構いてます。ほんでね、まあその下手に包帯できつく巻きすぎてね、血が止まるよりね、すごくいいと思いますんでね、結構いてますよという反応やったんですよ。だからね、無視されてたわけじゃなくてですね、医療現場ではまあ普通のことやったみたいです。まあ、そんな温かいフォローをいただいてね、ちょっと心がね、穏やかになってきた僕はですね、ゆっくりそのメディキットを脱いでね、あのお尻にも水ぶくれができてたので、先生に向かってお尻を突き出してパンツをずり下げたらですね、あー、これはもうだいぶ症状が収まってきてますね。ほら、治ってきてるってことですか。そうですね、この水ぶくれの感じを見てみると十分回復してきてるように見られますね。でもね先生、めっちゃ痒いんですわ。あ、もうそれはね、回復期に入ってると考えられます。帯状疱疹になった人で、安さんのようにね、水ぶくれがね、もう落ち着いてきてる状態になってくるとですね、まあ、今度はね、すごい痒みが出てくるとね、言い出す人がね、多いんですよ。あ、そうなんですね。でもめっちゃ痒いんで、痛み止めの薬とか塗り薬とかないですかね。まあ、できるだけ副作用ないやつで。あ、ありますよ。ただこれもね、前回にもお伝えしてますけども、まあ効くか効かんかはその度合いはですね、人それぞれなんですわ。だからね、まあよう効くやつ出しておきますけど、副作用的なことを言うとですね、まあ飲むとね、眠くなることがあるっていう風なことをね、多くの人が言ってますのでね、まあ夕食後かね、寝る前に飲んでください。ちなみに塗り薬は、あ、塗り薬はね、あるんですけど、これは塗った瞬間だけスーって痒みが一瞬収まるだけで、またすぐにね、痒みが出るからね、ほんま一瞬だけですよ。塗り薬って増えたらめんどくさいですけども、出しておきます。あ、ほな S はいりません。神経痛の痛みももう収まってるということなので、その神経痛で出した分の鎮痛剤あったでしょ、あれの飲む回数をね、減らしておきますわ。まあ、これはね、出しておきますけども、頓服的な感じでね、お守り代わりに出しておきますのでね、まあ、持っておいてくれたらいいですので、また急に痛くなったりね、熱出た時にね、使いますんで持っておいてください。あ、わかりました。ほんでね、まあ、帯状疱疹のウイルスを抑える薬もね、もう飲まなくてもね、いけそうなので、ね、今日でやめます。あとはね、豚腹以外のかゆみ止め兼鎮痛剤でかゆみをできるだけ抑えていきましょう、まあ、という感じのね、皮膚科やったんですけども、まあ、結果的にね、また薬がね、1種類増えたことになりましたね。帯状疱疹のウイルスのね、活発化を抑える抗ウイルス剤がね、飲まなくなってよかったのと、豚腹の鎮痛剤もね、常に飲まなあかんっていうことはね、ないことになったんですけど、まあ、かゆみ止めが増えたので、結局のところはね、薬の数的にはね、増えても減ってもね、ないです。一緒ですわ。しかもね、どれもね、効くか効かんかわからんかゆみ止めなので、ちょっと複雑です。でも一応ね、ちゃんと先生がね、診察してくれて診断してくれたので、まあ、責任も出てこう出してくれてる薬なのでね、頑張って飲みます。まあ、その時にね、ちょっとね、先生の責任というところでね、思い出したことがあるんですけども、あのよくね、その病院は病気を治してくれないっていう本を書いてる人がいてて、でその本を読んで聞いたりした人がね、それをもう鵜呑みにしてしまって、俺は病院なんか行かんぞっていうね、自力で治すんやとか言ってる人いますけどね、まあ、そんな人ってね、そのインフルエンザのようなその感染症になったらね、どうするんでしょうかね。その高熱が出てても、その節々が痛くなっても病院に行かないんでしょ。自分の自然治癒力で治すとか言うんですよね、そういう人ってね。でそのまま仕事行ってウイルス撒き散らすんですよ。ほんま迷惑やわ、そんな人ね。でもね、その怪我をして骨折とかしたらね、病院行くんですよ。ほんでそんなやつってね、怪我と病気は違うんやとかね、抜かしやがるんですよ。もうバカですよね。病気を治してくれないって書いている本を読んだのかもしれませんけども、病院はちゃんと症状を抑えて治っていくようにしてくれますからね。ほんでウイルスの根源をやっつけてくれる薬もくれるし、まあ、僕の場合なんかやったら、その白血病細胞をね、滅殺してくれる抗がん剤っていうのをね、してやってもらえたんですから。まあもしね、僕がね、そんな考えやったら、そのまま放置してたらね、きっと今頃はね、この世にいなかったと思います。まあね、ちょっとね、途中熱くなってしまいましたけども、まあ、僕はちゃんと薬を飲んで病気と、面と向かってね、戦っていきます。なんだこんな言い方をしたらね、スケールの大きい話に聞こえますよね。
ね、ただね処方された薬をね飲むっていうことだけなんですけどもね。ちなみにねその痒み止めに新たに出された薬っていうのはですね、眠気が出るとねすごく出ると言われたんですけどもね、まあ、晩ご飯を食べた後か寝る前に飲んでくれって言われて、まあ、とりあえず昨日の晩から、ね、飲み始めたんですけども、まだ全然痒いですわ。ほんとそこまで眠たくならんかったしね。まあ、その新しくもらった薬の説明書を見たらですね、そのアレルギーに対応しているとか書いてあったので、まあ、きっと眠たくなるようなね、副作用っていうのもですね、あの花粉症の薬を使っているかのような感覚になるんやろうなとね、思っときます。まあその症状の出方もね、人それぞれですけどもね、まあそのようにね、経験したことね、経験したことあるんですよ。花粉症の薬飲んでたら、ああ、なんか眠たくなったなっていう風なね、経験したことありますので、そのことをね、思い出すようにすればですね、あれぐらいのことかっていう的な感じでね、もうさらっとね受け入れましたので、まあ、そんな軽い感じでね重く捉えずに軽いノリでね気分よくやっていきます。病気と戦うってことはね生きることです。残された痒みと戦っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。